消防によると、午後3時ごろ長野県小谷村の白馬乗鞍岳の東側の斜面で、雪崩が起きた、と通報があった。約10人が巻き込まれたとみられ、警察や消防などが確認を急いでいる。巻き込まれた人たちは、バックカントリーをしていたとみられるという、ネットの声。約10人が巻き込めれ、雪崩による国内の死者数の推移を見ますと、このところの3シーズンは5人以下です。時々年によっては20人を超えることもありました。雪国で知られる新潟県では、大きな雪崩災害として1986年に、現在の糸魚川市となる、能町増瀬口、地区で発生した雪崩で13人が亡くなった事故が有名です。大変多い人数が行方不明かと思います。無事に発、見、生還されることを祈ります。救助する救助隊の方も命がけ、被害に遭われた方にも家族や恋人、友人があるように、救助隊の方にも家族や恋人、友人がいる、決められたコース内での事故なら未だしも、コース外として立ち入りしないように決めている場所にわざわざ入って起きた事故で、命がけで救助に向かう救助隊の方も本当に大変だろうと思う、バックカントリーと称して、そういうコース外の危険な場所でスキーをする人は、もしかしたら、そんな救助隊の方々の命をも危険にさらす可能性があることをよく自覚すべき、自己責任というが、一度事故が起これば、望む望まないに関わらず、自己責任では済まなくなる。そのバックカントリーは、スキー場の伊達、地入り禁止区域になっているところでしょうか。それともスキー場近くではない、自然に雪が積もった区域で、立ち入り制限がされていないところでしょうか。前者の場合、バックカントリー、というのではなく、立ち入り禁止区域、と書き、いかに無謀なことをして、他人に迷惑をかけることをした人たちがいるのかを、見る人に示してほしいです。とにかく、巻き込まれた方々が無事で、救助に関わる方々も二次被害に遭うことがないことを願います。巻き込まれた方々は、無事に救助され、その上で、きちんと責任を取ってもらえるようになるといいですね。正直言ってバックカントリーの事故は天候が安定するまで救助する必要はないし、先にクレジットカードでも支払いの確約を取ってからにしてほしい。近年外国人の間でバックカントリースキーの人気が高いのも知ってるが、捜索費用を踏み倒して逃げる話もよく聞く。その大半の理由は、我が国では無料なのになぜ捜索費用を払わなくてはならないんだ、という身勝手なもの。海外では保険への加入とかあるんだろうけど、行った先でルールが異なるのは普通で、それを理由に支払い拒否して帰国とかただの犯罪である。だからこそ、二次被害を防ぐためにも捜索は天候が安定してからて、雪崩によって副次的な被害が出ているならその責任も負わせるべきである。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。